ニンテンドー、ND キューブ、札幌本社が入居する大道生命札幌ビル、ND キューブ株式会社は、コンピューターゲームソフトウェア及びコンテンツ開発を主な事業内容とする日本の企業。2000年3月1日、ニンテンドーと電通の出資により、ND キューブ株式会社として設立。2002年、ND キューブ株式会社に、称号変更。2001年、 エイベックスグループ、ギャガコミュニケーションズ、ベネッセコーポレーションなども出資し、主要株主になっていたが、現在は、任天堂が、発行済み株式97%を保有し、連結し会社になっている。ゲームボーイアドバンス用ソフトの F-04 ゲームボーイアドバンスと、どこでも対局役マンアドバンスなどを開発している。2002年、メディアカイトと協力し、 ニンテンドーゲームキューブ用ゲームソフト、プールエッジ、ゲームボーイアドバンス用ゲームソフト、カードパーティーの開発にあたった。2005年4月11日、退社した主要スタッフがライノスタジオを設立。プレイステーション3用ゲームソフト、アフリカなどを開発している。2008年、ハドソンの代表取締役社長を退任した、遠藤秀俊が代表取締役社長に就任。 ハドソンでマリオパーティシリーズの開発に携わった一部のスタッフを中心に北海道札幌市に札幌本社を設置。東京と札幌の日本社体制になりマリオパーティシリーズ w i パーティーなどの開発を行っている。販売本数はベグチャールズよりありがとうございます。